皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは商いはカドカド4月号のご案内というテーマでお届けいたします。商いはカドカド4月号がですね、発行されました。会員の皆様には3月の20日過ぎぐらいですかね、お届けしたと思うんですけども、海外の方に紹介したいと思います。今月はこんな感じですかね。特集はですね、お客様がどんどん集まる繁盛店の作り方という特集で、私がですね、関東5ページを執筆させていただいております。今回はですね、繁盛店、要は感情をくすぐる繁盛店、小売とかサービス業、B2C ですね、そのお店についてですね、詳しく書いたんですけども、5つのタイプで、今、繁盛店をこう分類しました。カテゴリー分けですね。まず1つ目が自己実現タイプ。で、2つ目が価値転換タイプ。3つ目がですね、サプライズタイプ。4つ目がポップタイプね。ポップ。で、5つ目が、商品編集タイプっていうこの5つに分類してですね、新潟を中心とした小売の繁盛店を紹介させていただきました。そして、あとはですね、本物の商売を目指す365日のヒントということで、またですね、このように日替わりで、こうですね、1日1ページずつの日替わりで、紹介しております。で、さらに裏行きましょうかね。久しぶりに裏の紹介ですね。はい。裏はこういう感じになってるんですね。今月おすすめのビジネス書はですね、渋谷武宏さん。私の知り合いですけども、繁盛店が必ずやってるチラシ、最強のルール、これがおすすめ。書籍ということで紹介しました。で、その他こちらですね。地域密着ビジネス繁盛課からのお知らせということで、商売繁盛セミナーとブレイクスルーミーティングの案内をこう載せてあります。このですね、渋谷武宏さんのね、チラシの本なんですけども、そうですね、ちょっと前の動画ブログで紹介しましたけど、これ非常にいい本です。っていうのは、チラシの本っていうのは大体なんかデザインがどうだとかね、キャッチコピーがどうだとか、構成がどうだとか、その辺で大体終始してるんですけども、もちろんデザインのこと、そして色のことも書いてありますし、なんとですね、写真の撮り方。これも載ってるわけですね。だから、キャッチコピーとか、そういう構成はもちろんのこと、そこまでですね、こう、一冊の本でパッケージになってるっていうのはね、これが初めてじゃないでしょうかね。まあ、その他欲を言ってしまえば、チラシなので、使い道がいろいろあります。例えば、新聞折り込みチラシであるとか、ハンディングですね。要は手配りのこうビラという要素もありますし、その他郵送のダイレクトメールもあります。いろいろこうあると思うんですね。あ、まだあります。例えば、お店に置くとね、設置型のチラシとかね。その辺のこともですね、詳しく書いていただけると、これはもうですね、チラシの百科事典として使えるんじゃないかなと思いました。ということで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。